皆さんこんにちは、プッティーモンキーレンジの時間です。今回はマット設定というエフェクトを紹介します。前回はトラックマットという機能を紹介しましたが、マット設定はトラックマットによく似た機能です。参照となるレイヤーを選択して素材の表示範囲を決めることができます。大きな違いはマット設定はエフェクトという点です。エフェクトということで、トラックマットでは対応しにくい問題を解決してくれます。早速見ていきましょう。このようなアニメーションがあります。図形があり、その図形の表示範囲内でテキストが切り替わるといったアニメーションです。パッと見た感じだと、前回解説したトラックマットで再現できそうなアニメーションです。実際にトラックマットでも再現が可能です。こちらがトラックマットで作成した場合の画面です。再現はできるのですが、レイヤーを見てみましょう。トラックマットには参照するレイヤーが必要なので、トラックマットを設定するレイヤーそれぞれに参照レイヤーを配置する必要があります。つまり、トラックマットでこのアニメーションを再現するには、レイヤーの数が多く必要になってしまいます。レイヤーが増えるとタイムラインが見にくくなるのと、管理も大変になるので、できればスマートに作成してあげたいところです。ここで役に立つのがマット設定です。マット設定で作成した場合は、このようなタイムラインになります。どうでしょうか？トラックマットと比べるとレイヤーの数が減っています。マット設定を使うと参照するレイヤーを共有することができるので、スマートな編集が可能になります。では実際にアニメーションを作成してみましょう。コンプを作成します。幅1080、高さ1080にし、フレームレートは24、デュレーションは6秒とします。背景を作成します。コントロール Y で新規平面を作成します。色はお好みで調整します。段形ツールをダブルクリックして円形を作成し、サイズを調整します。塗りをオンにし、線は不要なのでオフにします。次にテキストレイヤーを作成します。横書き文字ツールに切り替えて、適当な文字を入力しましょう。円形の範囲内に収まるように、フォントサイズなどを調整して、最後に、コントロール、オルト、ホームと、コントロール、ホームで、テキストレイヤーを中央へ配置しておきます。では、円形のくぼみを、レイヤースタイルを使って再現していきます。まず、シェイプレイヤーの色を背景と同じ色に変更しておきます。シェイプレイヤーの上で右クリックを押して、レイヤースタイルから、シャドウ内側と、交際内側を選択しておきます。レイヤースタイルを開いて整えていきましょう。シャドウ内側の距離を少し上げます。30ぐらいにして、影がより見えるように広げてあげます。サイズを35に変更して、影の幅も広げておきます。少し質感をアップさせるためにノイズを 10% にして、影をざらついた感じにしておきます。最後に影の色を変更して整えましょう。この辺の値などはお好みなので正解はないです。くぼんでいるような見た目になるまで試行錯誤してみてください。次に、交際内側を調整しましょう。カラーを背景と同じ色に変更しておきます。描画モードがスクリーンなので、同じ色でも明るく描画されます。サイズを 16% にして、交際の幅を広げて見えやすいように調整します。これでくぼみの再現はできました。では、テキストレイヤーを動かしていきます。P を押して、1プロパティを表示させます。6フレームほど進めて、キーを打っておきます。ホームキーで開始フレームに戻り、X 軸を動かして円形の外へ移動させます。1プロパティを選択して、イラスティックを押してアニメーションを作成しておきます。35フレームで再度キーを打ち、
そこから20フレーム進めて、左側へ消えていくように X 軸を動かします。出る速度の影響を上げて、動き始め遅くして換気をつけておきます。一度再生してみましょう。動きが完成しました。少しレイヤーを調整します。アニメーション割りのキーフレームの時間で、オルトを押しながら、鍵括弧の閉じる方を押します。すると、レイヤーを指定した時間でトリミングすることができます。こうすることで、アニメーションが終わったことをタイムラインを見るだけでも確認できるようになるので、結果的に作業効率がアップすると思います。レイヤーの長さの調整もできる限り行うようにしましょう。では、次の工程に移ります。テキストは円形の中でのみ表示させたいので、ここでマット設定を使用しましょう。エフェクトからマット設定を適用します。エフェクトコントロールからマット設定を見ていきましょう。レイヤーからマットを取り込む。こちらを円形のシェイプレイヤーにします。他は特に触る必要はありません。再生してみましょう。これで円形のシェイプレイヤーの範囲内だけで文字が表示されるようになりました。では他の項目も見てみましょう。先ほど参照するレイヤーを選択した場所の右にあるのは、レイヤーの何を参照するかを選択できます。円形のシェイプレイヤーに星型のマスクを作成したものを用意しました。こちらを使いながらそれぞれの効果を確認してみましょう。デフォルトではソースとなっています。ソースではレイヤーそのもののアルファ情報、色情報から参照します。参照しているシェイプレイヤーはマスクによって星の形状になっていますが、元は円形です。なので、ソースを選択すると、元の形状である円形を参照します。レイヤーのマスクを使用したい場合は、マスクを選択します。マスクを選択すると、円形からマスクの形状である星型に変化しました。エフェクトとマスクは参照するレイヤーにエフェクトが適用されていて、そのエフェクトの効果が載った状態を参照したい場合は、エフェクトとマスクを選択します。エフェクトとマスクではその名前の通り、マスクも参照してしまうので、エフェクトの効果のみを扱いたい場合は、マスクを削除するか、モードをなしとする必要があります。では先ほどのシェイプレイヤーにエフェクトを適用して、このような見た目にしました。エフェクトとマスクに切り替えてみます。エフェクトとマスクの両方の効果を参照して表示されていることが確認できます。このようにレイヤーに施されたエフェクトやマスクを使用したい場合など用途に合わせて設定します。特に何もない場合はソースで OK です。では次の項目、マットに使用を見てみましょう。この項目ではマットに使用するチャンネルを選ぶことができます。例えば、レイヤーの赤色の情報だけが欲しいのであれば、赤チャンネルを選び、明度の情報をもとにマット設定をしたいのであれば、明度を選ぶといった感じです。ただ、形状を参照したいのであれば、アルファチャンネルで OK です。こちらも用途に合わせて選択しましょう。次、反転マット。こちらはマットの透明値を反転する項目です。マットを伸縮してフィットさせる。こちらは参照するレイヤーサイズをマット設定を適用しているレイヤーサイズに合わせる項目です。レイヤーサイズが異なる場合のみ機能します。以下2つの項目は私の使用用途では触ることがありませんのでさらっと流します。基本は初期設定のままで OK です。元のマットの合成。こちらをオフにすると参照するマットを表示します。用途は不明ですが、マットの形状の確認をといったところでしょうか。合成マットレイヤー、マットに使用という項目がアルファチャンネル以外の時に動作します。参照するマットがブラーなどで輪郭がぼやけている際のエッジの見え方が変わります。この2つの項目は公式のヘルプも見てみましたが、さっぱりでした。気になる方はいろいろと調べてみてください。マット設定の項目については以上です。ではテキストを複製しましょう。
コントロール D を2回押して2つ複製しておきます。マット設定のいいところはエフェクトで表示範囲を管理するので、トラックマットだとレイヤーが増えるたびに参照するレイヤーも増えていくので、タイムラインの管理も少し手間になってしまいます。では複製したレイヤーの時間をずらしていきましょう。シーケンスレイヤーという機能を使いたいと思います。シーケンスレイヤーはレイヤーの時間をずらして階段状に並べてくれる機能です。正直今回はたった3つなので、機能を使わずにドラッグで動かした方が早いかもですが、せっかくなのでシーケンスレイヤーを習得しておきましょう。ではまずレイヤーを選択しましょう。選択する順番が重要で、例えば下から順番に時間をずらして階段状に並べたい場合はレイヤーも下から選択します。逆に上から順番に並べる場合はレイヤーも上から選択します。今回はどちらからでも構いません。レイヤーを選択できたら、レイヤーの上で右クリックを押してキーフレーム補助からシーケンスレイヤーを選択しましょう。すると設定画面が出てきます。この設定項目は初めてだとよくわからないと思うので説明しておきます。オーバーラップのチェックが入っているとレイヤー同士が重なった状態を作ることができます。時間の調整次第でアニメーションに変化をつけることができます。チェックが外れているとレイヤーが重ならないように並びます。一つ目のレイヤーのアウトポイントから次のレイヤーが始まるように並びます。なので一つ目のアニメーションが完全に終わってから次のアニメーションを開始させたい場合などに利用します。今回は一つ目のアニメーションが終わる前に次のアニメーションを再生させたいと思います。つまりレイヤーが重なった時間がある方が都合がいいです。チェックはオンにしておきます。デュレーションはレイヤー同士が重なっている時間を指定する場所です。ここのタイムコードなんですが、個人的にはフレームで管理する方が分かりやすいのでタイムコードをフレーム表示にします。一旦キャンセルして設定画面を閉じます。タイムラインの左上にあるタイムコードをコントロールを押しながらクリックすることでタイムコードの表示形式を変えることができます。フレームにしておきます。今回はレイヤー終わりの10フレームほどが重なればテキストが重ならずに動いてくれるので、デュレーションは10フレームにすると OK です。では再度シーケンスレイヤーの設定画面に移ります。デュレーションを10に変更します。 OK を押しましょう。するとレイヤーが階段状に並びました。デュレーションで設定した10フレームですが、一つ目のレイヤーのアウトポイントから前に指定した10フレームが重なるように次のレイヤーが始まっています。例えば、デュレーションを20フレームにすると、一つ目のレイヤーのアウトポイントから手前に20フレームのところから始まるように並べてくれます。やってみます。こんな感じですね。何フレーム重ねたいかを考えると、おのずと入力する数値がわかるようになっています。一応、設定項目にあるトランジションについても解説しておきます。トランジションは、前面レイヤーをディゾルブと、前面レイヤーと背面レイヤーをクロスディゾルブの2つから選ぶことができます。設定すると、レイヤー同士の重なった部分を不透明度でフェードしてくれる機能です。自動でレイヤーの不透明度にキーが打たれます。一度やってみます。前面レイヤーと背面レイヤーをクロスディゾルブに設定して OK を押します。U キーを押してキーフレームが打たれたプロパティを開きます。するとレイヤーの重なった部分に不透明度が設定されています。前面はレイヤーの重なっている前面を指しています。背面はレイヤーの後ろの重なりを指していて、それぞれ設定に合わせてフェードのアニメーションが追加されます。あまり使うことがないですが、アニメーションのタイミングが被る場合に切り替わりの違和感を和らげてくれる機能になりそうです。シーケンスレイヤーについては以上です。最後にテキストレイヤーの数字を変更しておきましょう。
再生します。いいですね。ワット設定のおかげでタイムラインがスッキリしています。例えば同じアニメーションをトラックマットを使った場合だとこうなります。1つのトラックマットにつき参照するレイヤーが必ず1つ必要なので、どうしてもレイヤーが増えてしまいます。状況に合わせてどちらを使用するか考えてみましょう。ではマット設定での問題を取り上げてみます。マット設定ではシェイプレイヤーやテキストレイヤーなどは問題なく動作するんですが、平面レイヤーやイラストレーターで作った素材、フォトショップで作成された素材、あとはピンゴ形式の画像や映像素材などはうまく動作しません。こちらを動作させるには一手間かける必要があります。今回は新しく機能を使うことになるので非常に解説が長くなります。サクッと解決方法だけを紹介します。まずイラストレーターの素材。こちらにマット設定を適用して参照レイヤーを選びます。イラストレーターの素材を動かしてみます。するとうまく動作せず、マット素材も一緒に動いてしまっています。この場合はレイヤーにあるスイッチを見ます。ここからレンズクラスタライズというスイッチをオンにします。するとマット設定が問題なく動作するようになります。次、Photoshop の PSD 形式やピンク形式の画像、他にも映像素材などの場合を見ていきます。今回はピンク形式で確認しますが、どれもやり方は同じです。まずマット設定を適用します。参照となるレイヤーを選択して動かしてみましょう。やはりうまく動作しません。ピンクなどの画像や映像素材の場合は、マット設定を適用した後にレイヤーを選んで、コントロール、シフト、C を押します。このショートカットキーはプリコンポーズという機能のショートカットキーです。プリコンポーズは非常に重要な機能なのですが、長い説明になるので、詳細はまた別の動画で解説します。今回は問題解決の手順だけの説明とさせてください。上にチェックを入れて OK を押します。その後、先ほどのイラストレーター素材の時と同じように、スイッチを有効にしておきます。先ほどはレンズクラスタライズのスイッチと言いましたが、今回はコラプストランスフォームというスイッチになります。アイコンも場所も同じなんですが、呼び方が変わります。ややこしいですね。特に覚える必要はないかもしれません。とりあえずこれで無事マット設定も問題なく動作します。無理やり問題は解決させましたが、新しい機能が出てきましたね。プリコンポーズはよく使われる機能なのですが、説明が非常に難しい機能です。プリコンポーズについては、それだけを解説する動画を後日アップしますのでお待ちいただけると助かります。では最後に、マスク、トラックマット、マット設定と、それぞれ似ている機能が3つ続きましたが、どう使い分けるのか、それぞれの特徴などをまとめました。これら3つの機能は非常によく使われる機能なので、今後もチュートリアルで使用することになります。その中でどれを使うのが適切かも確認しながら進めていこうと思いますので、一緒に身につけていきましょう。今回は以上となります。いかがだったでしょうか。3回に分けてマスクとマット処理について解説していきました。非常によく使われる機能で、皆さんの仕事や作品に役立つ機能になるはずです。もし何かわからない点があれば、コメントいただけるとわかる範囲でお答えしたいと思います。トラックマットやマット設定に似た機能は、他にも2つほど存在するので、機会があれば紹介してみたいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。